エンタープライズ。エンタープライズは、アメリカ海軍の航空母艦。世界初の原子力空母であり、アメリカ海軍の戦闘艦船として、最長の収益年数を持ち、半世紀にわたって、同海軍の象徴となっていた。バージニア州ノーフォークにある、ノーフォーク海軍基地を母港とした。エンタープライズの名を冠する艦としては8隻目であり、先代のエンタープライズと同じく、 ビッグイ、e、ーの愛称で呼ばれた。監視分類番号は当初クバマイナス -65 とされた。N は原子力の位が、その後 CVN-65 マイナスに変更された。同系艦はない。エンタープライズは1958年2月4日にニューポートニューズ造船所で寄港された。1960年9月24日に元アメリカ合衆国海軍長官。 ウィリアム・ビー・フランクの夫人によって浸水し、初代艦長ビンセント・ピー・デュ・ポア大佐の指揮下1961年11月25日に収益した。当初はエンタープライズ級航空母艦6隻の一番艦として建造されたが、建造費の増大から、同級の二番艦以降の建造計画は撤回され、建造予定の CV-66 は、 キティホーク急行空母間の一石として建造され、CVN-67 は A2 w 新型原子炉を組み込んで建造される計画であったが、それも中止となり、ジョン・カイ・ケネディとして再発注された。収益後エンタープライズは一連の試験を含む訓練公開を行い、原子力空母の能力実証を行った。 収益に先立って10月30日に VR-40 所属の3機の TF トレーダーが、艦上から大やけ身を視察した VIP を、アメカ本土へ送り届けている。エンタープライズの最初の航空作戦参加は1962年1月に行われた。ジョージ東霊隊員が指揮する、海八ユークルセーダーが、カタパルトによる発艦と着艦を行っている。 1962年2月20日には、マーキュリー計画で、フレンドシップ7の追跡測定ステーションの役割を果たした。8月に、エンタープライズは、第6艦隊に加わり、地中海で作戦活動に従事する。ノーフォークに寄港したのは10月であった。まもなく、キューバ危機が発生。10月14日に U-2 偵察機が撮影した写真から、 キューバ国内にソ連製準中距離弾道ミサイルの存在を確認、さらにその後3つの中距離弾道ミサイルが発射された。アメリカ政府はフロリダ州に陸軍部隊を移動、海軍艦艇による支援でキューバに対する軍事活動の準備を始める。10月22日、ジョン・カイ・ケネディ大統領はテレビ演説で国民に対してキューバにミサイルが持ち込まれた事実を発表し、 ソ連を避難した。続いて軍への巡戦時体制を発令し、エンタープライズを含む第二艦隊艦艇,艇からなる海上封鎖部隊が動員される。海上封鎖は、エンタープライズ、インディペンデンス、エセックス、ランドルフなどの空母とその艦載機、地上基地からの航空機によって行われた。すべての士官及び兵士の任期は無期限に延長された。 10月24日に封鎖部隊はキューバに対する攻撃用兵器輸送すべての厳密な隔離を開始する。翌日最初のソ連戦を手し、臨検する。10月27日に U-2 偵察機がソ連軍の地対空ミサイルで撃墜されるなど緊張が続いたが、10月28日にソ連首相ニキータ・フルシチョフはラジオでミサイル撤去の決定を発表した。 フルシチョフはキューバに建設中だったミサイル基地やミサイルを解体し、ケネディもキューバへの武力侵攻はしないことを約束、キューバ危機は収束した。1962年12月19日、DM ラムジー中尉が操縦する E-2 ホークアイは、発艦間隔短縮のためカタバルトブライドルに変えて、設置された監視栄光機器を用いての発艦試験に成功した。 エンタープライズは1963年に2度目の、1964年には3度目の地中海配備が行われた。1964年5月13日、エンタープライズは原子力ミサイル巡洋艦、ロングビーチとベーンブリッジラート第1原子力機動部隊、タスクフォース1を構成し、7月31日から CO ビット作戦を開始した。第一原子力機動部隊は、 世界初の原子力水力艦による戦闘部隊であった。部隊はジブラルタルを出港し、歴史的な65日間の航海を行う。走行海距離は3216マイルに及び燃料無補給で行われた。部隊がこの航海で立ち寄った港は、パキスタンのカラチ、ブラジルのリオデジャネーロ、オーストラリアのシドニーが含まれる。 エンタープライズは10月にニューポートニューズ造船所に入るオバーホールを受けた。1965年11月、エンタープライズは第7艦隊に配属となる。12月2日にビエンホアの北ベトナム軍に対する艦載機の出撃を開始し、実戦に従事した最初の原子力艦となる。初日に125回の出撃を行い、167トンの 爆撃とロケット弾攻撃を敵補給路に対し行った。翌日には165回の出撃記録を達成する。1968年1月4日にアメリカを出港、同月8日にハワイに寄港、その後原子力ミサイル巡洋艦、トラクスタント・ハルゼンを引き長崎、佐世保に直行、1月17日、18日には入港するとみられた。 反対する日本社会党、日本共産党は5万人規模の組織集会を予定し、一方、三波系全学連は組織闘争のため2000人の動員を計画。それに対し政府側は、福岡県警察、熊本県警察、佐賀県警察、長崎県警察から5000人の機動隊を動員して、それに備えた。入校前の1月17日、 ついに佐世保で全学連と警察の間に、紫外線さながらの激突が起きた。機動隊は、放水、催涙ガス銃を使用した。衝突は、佐世保駅から、平瀬橋、そして学生が逃げ込んだ、旧市民病院の中にまで移っていった。約2時間後、市民病院の学生は、機動隊に制圧された。佐世保エンタープライズ機構阻止闘争学生。 警官合わせて、重軽傷者35人。逮捕者は27人に上った。18日の帰港は一時延期し、翌19日午前9時10分、佐世保港に停泊した。この日も、また学生と機動隊の衝突が繰り返された。1月23日午前9時、プエブロ号事件発生に伴い佐世保港を出港し、エンタープライズと、その後英艦からなる、機動部隊は東。 シナ海に展開し、朝鮮半島付近の日本海に1ヶ月近く展開した。1969年1月14日の午前8時19分に、海マイナス4ファントム E に装着された MK-32 ズウニーロケット弾が発艦準備を行っていた機体の排気により加熱され、爆発事故を起こす。爆発とその後の火災で27名が死亡し、314名が 負傷した。火災により15機の艦載機が破壊され、エンタープライズはその損害により修理を余儀なくされた。修理は、新珠湾で3月初めに完了した。1969年4月14日、北朝鮮軍機が厚木基地所属の EC-121 コンステレーション電子偵察機を撃墜し、乗員31名が全員死亡する。 アメリカ海軍 EC-121 機、撃墜事件。エンタープライズ、タイコンデロが、レンジャー、コーネットの、核空母と護衛の巡洋艦、駆逐艦からなる第71機動部隊は、日本海に派遣され、警戒態勢に入った。1970年に、エンタープライズは、オーバーホールと二度目の燃料防空艦のため、ニューポートニューズ造船所に、ドック入りする。 1971年1月19日に、炉心の燃料棒交間後の大焼けみが完了する。その後エンタープライズは、ベトナム海域に展開し、アメリカ軍及び南ベトナム軍の支援を行う。ベトナムでエンタープライズは、オリスカニー、ミッドウェイと共に、2艦での作戦行動を22日間、単独での作戦行動を9日間行い。 1971年7月30日までに2 0 0 1回の出撃を行った。7月の出撃は空母が3つの台風、ハリエット、キム、ジーンマイナスを回避した際中断した。1ヶ月の間に南ベトナムに対する出撃はわずかながら増加し、これらは共産主義勢力の拠点に対する死人攻撃とヘリコプターによる作戦への支援であった。 エンタープライズは1971年8月1日から8月8日までは2巻による作戦活動に従事し8日から31日までは単独で活動した8月の出撃回数は1915回を数えた9月1日から4日までエンタープライズはヤンキーステーションで作戦活動に従事9月の出撃回数はオリスカニー ミッドウェイの回数も合わせて1243回に上る。10月は11日から30日までヤンキーステーションにおいて単独活動を行った。収益時には環境の前後左右四面に巨大なアン、SPS-32 及びアン、SPS-33 型のフェーズドアレイレーダーを装備しており、外観上の特徴の一つであったが、 整備に問題があったことから1982年に撤去し、その代替として、環境上部に、アン、SPS-483 次元レーダーとアン、SPS-492 次元レーダーを搭載した。同年、10回目の西太平洋配備につく、1983年3月21日、長崎県の佐世保港に15年ぶりに寄港する。 1984年には11回目の西太平洋配備が行われた。1985年11月2日、演習中に宮間と衝突し、船体及びスクリューに損傷を受ける。演習は継続されたが、その後修理のためドック入りした。1986年に12回目の西太平洋配備に着く。4月28日にエンタープライズは、 スウェズ運河を通過し、同運河を通過した初の原子力空母となった。航海から地中海に向かい、コーラルシート任務を交代、リビア沖でアメリカと活動する。運河の通過は3時に開始され、12時間かけて行われた。エンタープライズが地中海入りしたのは収益後初であった。1988年4月。 エンタープライズは13回目の西太平洋配備に、月、アーネスト・ウィル作戦に参加する。同作戦は、ペルシャ湾において、クウェートの石油タンカーを護衛する任務であった。同作戦中の4月14日に、サミュエル・ B ・ロバーツが触来死大きく損傷する。18日には報復としてプレイング・マンティス作戦が行われ、エンタープライズからは、第11空母航空団が参加した。 1990年3月にエンタープライズはバージニア州ノーフォークに到着し世界展開を終了したエンタープライズはカリフォルニア州アラメダの長年の母校から6万9000キロメートルを航海した香港、フィリピン諸島、タイ、シンガポール、リオデジャネイロおよびフロリダ州フォートローダーデールに寄港した10月に給油し海軍は 過去最大のオーバーホールのためにニューポートユーズに移った。この間、海軍は他の間と同様にエンタープライズの対応年数を伸ばすために1,101フィート336メートルから1,123フィートまで飛行甲板の長さを広げた。1994年9月27日にエンタープライズは試運転のために海に戻った。エンタープライズは試運転の間、 最大出力走行を行った。1996年6月28日、15回目の海外展開を始めた。エンタープライズは和平離港部隊 IFOR の一部として、またサザンウォッチ作戦の一部と、イラクやボスニアでの飛行禁止区域実施に関与した。また、この展開は海軍が A-6 イントルーダーを引退させ、時代の終わりを示した。 6ヶ月間、船は8つの港を訪問した。1996年12月に、展開を終了した。1997年2月に、エンタープライズは、機密の保持のために、ノースロップグラマニューポートニューズに数ヶ月入った。1998年11月に、精密検査に続いて、エンタープライズは16回目の海外展開。 第三空母航空団がこの時に出発した。展開開始直後の11月8日夜、EA-6B プラウラーが S-3 バイキングに衝突した。EA-6B が着艦する際、夜の視界不良もあって着陸帯にあった S-3 の折りたたまれた翼に当たった。EA-6B の乗員は死亡。S-3 の乗員はまもなく脱出した。 1998年11月23日にエンタープライズはペルシャ湾でドワイト・ディ・アイゼンハワーと任務交代。1998年12月にエンタープライズは砂漠の狐作戦の戦闘に立ち70時間にわたり搭載機による空き地ミサイルと爆弾、空母打撃群のゲティスバーグ、ニコルソン、およびマイアミが300発以上のトマホーク。 巡航ミサイルを発射し、イラクの軍事目標を破壊した。シチリア沖での航海に続いて、フランス、カンヌ港の訪問を行うことになっていた。しかし、同国ランブイエでのユーゴスラビア和平海岸は悪化していた。このことへの影響を恐れ、カンヌ到着のわずか24時間後にアドリア海に戻った。1999年3月の上旬には、エンタープライズは、 ペルシャ湾に戻る前に地中海最後の港のイタリアのトリエステに入りした。1999年3月14日にカール・ビンソンと任務交代、1999年5月に寄港。1998から1999年の間、エンタープライズは5万マイル、8万キロメートルを航海し、航空機は9000回以上発進した。 2001年4月25日にエンタープライズは第8空母航空団と共に17回目の海外展開を始めた。6月から北海のヘブリディーズ諸島及びスコットランド近くでイギリス海軍との共同軍事演習に参加た。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件が起きた時、エンタープライズはペルシャ湾からの寄港を始めていた。 すぐさま震度を反転して、側面攻撃できるように、ペルシャ湾の近くの南西アジア沖の海域に移動した。2001年10月、米国はアフガニスタンのアルカイダの訓練所とタリバン軍需施設に対する空爆に着手した。エンタープライズからの航空機は3週間以上でおよそ700回のミッションをこなし、大量の爆弾を投下した。エンタープライズは、 計画よりも16日、遅い11月10日に、ノーホークの母校に到着した。2002年1月に、エンタープライズは、オーバーホールのために、バージニア州に入った。2003から2004に、エンタープライズは、イラクの自由作戦の航空支援をした。2004年には、複数の多国籍軍の演習に参加した。2006年5月に、 エンタープライズは6ヶ月間展開しその間、8つの港を訪問した。エンタープライズは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以来、フランス観旅行に入る最初の米国海軍艦艇になった。2008年4月、エンタープライズは18ヶ月の予定のオーバーホールのためにニューポートニューズ像選手に入港した。 2009年4月の時点でオーバーホールの総費用は予定よりも高い4億8、90万ドルになっていた。2009年12月23日現在、最終的なオーバーホールの総費用が当初の見積もりよりも高い6億500万ドル以上に、膨らみ後期も予定より8ヶ月伸びると発表。2010年4月には費用が6億5、500万ドルになり、 同月中に完成することを発表した。4月19日に艦隊復帰に向け公務を実施した。最終的にオーバーホールの総費用は6億6、200万ドルと当初予算を46%超過した。キティホークの退役に伴い2009年2月より半層フリーゲートコンスティチューションに次ぐ古参艦ファーストネイビージャックになっていた。エンタープライズは 2015年にジェラルド・アル・フォードが収益するまで現役である予定であったが、アメリカ海軍は方針を変更し2012年末に退役させると表した。2012年3月11日、母校ノーフォークから中東へ向かう出港前に、ウィリアム・ハミルトン艦長は、最後の艦長として配備につけるのは末代までの誇りと話した。2012年12月1日、 母校とするノーフォーク海軍基地で不活動家のための式典が行われ、同式典において、米海軍長官から寄せられたビデオメッセージにより、ジェラルド・アルフォード級3番艦の艦名をアセス・エンタープライズにすると発表された。その後も海軍席にあり、艦長も配属されていたが、2017年2月3日にノーフォークで退役式典が行われ、正式に 米海軍から除籍された。世界初の原子力空母である点を考慮して、博物館船として保存するという意見もある。しかし、原子炉を取り出す際に船体を切断しなければならないため、解体される降参が大きい。エンタープライズは、原子力艦再利用プログラムに基づく予算と、計画の遅れから2015年5月4日、ハンティントン・インガルス・インダストリーズで、 原子炉燃料の処理が開始れた。本プログラムで処分される初の原子力空母で移行として保存する範囲の議論は未決着で解体後期は2025年完了予定としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。